ローソンは29日午前0時から午前5時までの深夜帯の営業を完全無人化する実験を7月頃から開始すると発表した。人手不足の深刻化でコンビニの24時間営業の見直しを求める声が高まっており、無人営業が可能かどうか検証する。劳森于7月29日宣布将于7月左右凌晨0点至凌晨5点在午夜开始实验完全无人值守的业务。随着劳动力短缺的增加，对便利店24小时业务的审查需求不断增加，我们将验证无人业务是否可行。